家庭菜園ライフ。目黒区で菜園をしている西川です。今日はナス科野菜の4月にやるべき作業についてご紹介します。4月は春夏野菜にとって非常に重要な時期になってきます。平均気温の上昇も著しく、桜の花も咲き、温度がどん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 上がっていくタイミングです。この時期に必要なのはやはり土作り、それから野菜類の植え付け、これのタイミングを逃さないということです。特にナス科の野菜、トマトやピーマン、ナス、このような野菜類については植え付けのタイミングが非常に重要になってきます。早いタイミングで植え付けておかないと生育が遅くなりますので収穫が期待できません。ということでナス科の野菜について何をしなければいけないか、そのように重要なことがありますので、今日はそのポイントについてご紹介していきたいと思います。ぜひご覧になってください。それでは行ってみましょう。こちらは現在発芽させて生育をさせているナスの苗です。こちらの方、これは実際にはトルマブンビガーと言いまして、日本語名ではスズメナスというナスの接ぎ木苗の代木にするナスです。一方こちらは接ぎ穂になるナスの苗木です。これが今成長を始めたところです。温度がどん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 上がりますので瞬く間に育ってきます。これが本葉をつける頃になった時に実際に接ぎ木の作業をすることにします。タイミング的には4月の終わりぐらいになると思いますが、その時点で接ぎ木苗を作成したいと思います。でそれまではこのまま育苗を続けていきます。それではその他の作業をご紹介します。4月にやるべき1つ目の作業は害虫対策です。で圃場にいるコガネムシなどは今のうちに撃退しましょう。苗を植え付けた後、コガネムシが根を食害することがありますので要注意です。食害する害虫にはいろいろ種類があります。この4月頃に食害を始める害虫としてはネキリムシやヨトウチュウがありますが、コガネムシ、これも厄介な害虫です。コガネムシの場合、土の中で幼虫の状態で越冬しています。実際に苗が植えられると苗の先端を土の中で食害します。苗を植え付けて2週間3週間経ったところで育ち始めたなと思った時に急にしおれてしまうというようなことがあります。それは大部分がコガネムシの食害によるものです。食害されたことが分かった時にはもう植え付けタイミングは終わってしまっているというようなことで取り返しのつかないことになりますので、まずはコガネムシのチェックをしていきましょう。それではコガネムシの幼虫チェックです。虫のチェックをするときはスコップやクワで土をすぐに掘り返さないで、このような移植ごてで少しずつ掘っていきます。一気に掘ってしまいますと中に逆に土の底深くに入れてしまう可能性もありますので、土をほぐしてみてください。これがコガネムシの幼虫です。ということで、コガネムシは土の中に潜って成虫になるまで過ごします。非常に厄介な害虫ですので必ず捕殺するようにしてください。このようにして、害虫のチェックをしてみてください。2つ目のやるべき作業は土作りです。夏野菜は4月後半から5月の前半には植えてほしいので、土作りを4月の上旬までには終わらせていただきたいと思います。今回ナスを植えるので元肥の施肥については少しテクニックがあります。ナスは根を横に広げて伸びていく性格を持っています。比較的栄養分を吸収しやすい毛根部分が水平に広がっている野菜ですので、鶏糞等の肥料についてはそんなに深く投入する必要はありません。一方主に牛糞堆肥ないしは野菜の残渣堆肥なんですが、これについては深くすき込んでおいていただきたいと思います。それでは実際に施肥をやってみたいと思います。こちらにナスを植えていきたいと思います。牛糞堆肥はすでにすき込みを完了しています。第2段階で元肥になる鶏糞をすき込んでいきたいと思います。まんべんなく鶏糞をまいたら、クワの先端が10センチぐらい入る状態ですき込んでいってください。これで畝を作ったらマルチをかけて約3週間ほど寝かせてください。その後野菜の植え付けが可能になります。早めに植え付けをしようとすると肥料の発酵で出ているアンモニアガスで根焼けを起こしたりしますので、やはり3週間は置いていただきたいと思います。ぜひやってみてください。それでは3つ目にやること、これは苗の鉢上げです。
小さなポットで栽培しているときは鉢上げ作業をしましょう。小さなポットで栽培していて成長が旺盛で植え付け時期までに根が育ちすぎてポットの中で根が巻いてしまうことがあります。このような場合植え付け時期まで置いておくと完全に根が巻いて植え付けた後も根の発達が良くないというようなことが起こり得ます。植え付けまでに根が巻き込まないように大きなポットに移すという鉢上げの作業をしてみましょう。それでは苗を見ていきましょう。こちらは小さなポットで育てていた苗です。ご覧いただけば分かるんですが根がしっかり育ってそろそろ巻き始めています。このような時に大きめのポットに移し替えてあげます。こうすることで根が十分育っていくということが期待できます。ということで皆さんも苗の成長に合わせてポットを大きくしていくというようなことも考えてやってみていただきたいと思います。ぜひやってみてください。それでは4つ目にやるべき作業です。4つ目は雑草対策です。株周りもそうですがウネマなどの雑草もしっかりと除去しておきましょう。この時期に雑草を除去することで夏場の雑草の繁茂を抑えることができます。また害虫の卵の産みつける場所を減らすこともできるのでぜひ除去しておきましょう。それでは雑草を見ていきましょう。このような雑草は早めに除去しておきましょう。雑草を取るのは雨が上がった翌日などが土が少し柔らかいので作業がやりやすいです。しっかりと除去しておきましょう。少しスペースの空いた使わないような場所については防草シートなどを貼って雑草の繁殖を防ぐようにしてください。お庭などで使う程度の広さの防草シートであれば100円ショップなどの園芸コーナーなどでも販売されていますのでぜひ一度チェックしてみてください。防草対策も忘れずに行うようにしましょう。今日はナス科野菜の4月にやるべき作業についてご紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。